植田俊吉植田俊吉とは、日本の大倉官僚、政治家、行政管理庁長,長官、法務総裁、地主、植田直太郎の長男として、現在の大分県宇佐市に生まれる。宇佐中学、第5高等学校を経て、1914年7月、東京帝国大学法科大学政治学科を卒業。税務監督局属となり、東京税務監督局,局勤務となる。 同年11月、文官高等試験に合格。1915年2月、県大倉族、理財局勤務となり、以後、広島税務署長、司税官、文字税官監視部長、長崎税官長心得、大阪税官監視部長、県総務課長などを歴任。1922年8月、欧州に出張した。1924年3月、 大倉事務官となり銀行局勤務となる。1927年4月、田中義和内閣の内閣総理大臣秘書官兼、大倉事務官となる。1929年6月、宅務省職産局長に就任。以後、台湾総督府職産局長、関東庁財務局長を歴任し、1933年9月に退官した。 1941年9月から1943年5月まで、藤田組、監査役、1944年2月から1946年10月まで、塩水港政党会社監査役を務める。第二次世界大戦末期に、この F ・ミマロの側近として、吉田茂らと戦争早期終結の工作に加わるが、東京憲兵隊に、ヨハンセングループとして検挙された。戦後、 復興金融金庫幹事となる。さらに、第2次、吉田内閣の法務総裁、行政管理庁長官、第3次、吉田内閣の法務総裁を歴任した、1960年5月23日死去、去年69、ありがとうございます。